ついてきてください。この戦闘は勝たなければいけません。ここは？あら、珍しいお客さんね。誰？リッチ社のお姉ちゃん、一緒に面白いことをしよう。はあ、そんなに緊張しないで、お姉ちゃん。別に食べたりしないから。それとも、どうすれば私を食べられるのかを考えてるの？リッチ社さん。悪いけど、そんな趣味はないわ。お姉ちゃんたら冷たいね。私はね、あなたが初めてこの古の楽園に入った時から、ずっとあなたのことを見守ってたのよ。見守る？伺うの方が正しいんじゃなくて？どうかしら、メビウス。ち、つまんないの？せっかく素敵な第一印象を残そうとしたのに。うん、待って。単にこういうの好きじゃないのかな？じゃあ。お姉ちゃん、ここ、暗い。怖いよ。お姉ちゃん。私を連れてって。もういいわ。リッチ社さん、他人の家にいるときは基本的に家主を立てた方がいいってこと、教わらなかった？いいえ。私のことを知ってるんでしょ？それとも、メビウスという名前以外。彼らはあなたに何も教えなかったの？確かに、あなたに関することはあまり教えてくれなかったわ。けど、あなたには気をつけろって、誰もがそう口にした。それなら、どうしてあなたはここにいるの？どうして、何の警戒もなく、私にそこまで話すの？おいで、かわいいラットさん。メビウス、あなた。ここへ、もう少し深く。そこにあるわ、無限の刻印。あなたに渡しましょう。あなたがもう一歩前へ踏み出してくれたら、あと一歩でいいから。いつで任務クリア。次の場所に行きますよ。私は現実に戻ったの。どうして？今のは一体？あら、もう来たの？お姉ちゃん。やっぱりリッチ社は他の人と違うね。ますます興味があるわ。あなたのおかげで私はここにいるわけだし。あなた、どうして私の邪魔をするの？邪魔？まさか、気絶するのが早すぎて私の話を聞いてなかったのかな？あなたの行きたい終点は今、あなたがいる起点よ。バカバカし。
まあそんなに怒らないで、お姉ちゃん。今会ったことが気になるんでしょ。実はね、私の刻印は他の人と少し違ってるの。特に伝承の仕方に関してはね。そうね、もう少し深く入ってみるのはどう？無限の刻印、あなたに最も適した方法で渡すから。あら、誰か来たと思ったら親愛なるメビウス博士じゃない。ここで会えるなんてね。あなたは緑が青々とした場所にしか現れないかと思ってた。エリシア、会えて嬉しいわ。でもメイと一緒に楽しいことをするって約束したから、ごめんね、付き合うことはできないの。さあ、メイを私に返してくれる？こっちの約束の方が先だから。エリシア、これはあなたとどういった関係なの？友達っていう関係かな。仲がいい。すごく仲がいい友達とか。メイ、あなたはどう思う？黙って。私があなただったらそんな風にあちこちに顔を出すことなんてしないよ、この裏切り者。はあ、裏切り者？何を言ってるの。私はスーじゃないから未来のことなんて見えないわ。けど私は自分を、エリシアを信じてる。私がここにいる人たち、あなたを含めてみんなを信じてるようにね。あ、待って、まさか裏切り者ってメイのこと？そんな風に考えないで、ちゃんとあなたのことも思ってるから。よく聞きなさい、新入りのお嬢さん。お、違う、ビリビリするお姉ちゃん。その人に気をつけた方がいいよ。いにしえの楽園の中で彼女は一番信頼してはいけない人。ほんの少しでも信用しちゃいけないの。誰かに教えられた答えを受け入れるつもりはないわ。私は自分でそれを見つけるもの。あなたを説得するために私は時間と労力を費やさない。今のは善意による忠告だから。だけど賢く振る舞った方がいいと思う。でないとあなたはいつか代価を払うことになる。ええ、私たちは代価を払ったの。ふう、危なかったわね。メビウスはいつも私の想像を超えることをやらかすんだから。でも残念、彼女のことは嫌いになれないし悪口も言えないわ。そう、私から見てあなたたちの関係はあなたが言ったように仲がいいとはとても思えないけど。まあ、私は本当に彼女のことが好きよ。ほら、小さくて思わずいじめたくなっちゃうほど可愛らしい。じゃあ彼女の言った裏切り者は？ふむふむ。話す気はないようね。それとも時期尚早ってところかしら。とにかく私のあなたに対する判断には影響しないわ。あなたの記憶体はここに保存されている。つまり隠された事情があるということよ。私はこの手で真実を明らかにする。ええ、そう来ると思ったわ。やっぱりメイのことが大好きよ。